やいもんレーディオー、いや久しぶりの、僕は久しぶりです。りょうさん、今すみません、遅れました。やいもんレーディオ、お相手はりょうさとよしとです。はい、生放送だ、久しぶり、よろしくお願いします。はいはい、どうね、よしと。八重山モンキーの、あの説明して、りょうさんに。あ、じゃあ俺がやっていい？お願いします。じゃあもう任しといてください。はい、お願いしますよ。この番組は八重山レディオ、八重山モンキー3人のお猿からのバンドでやってるラジオでございます。よしと任すわ、やっぱりダメだよしとお願いします。世界の音楽をチャンプル、ワールドチャンプルをモットーとするヤヤモンキーがお届けするヤエモンレディオです。そうです、皆さん、そうです。これを言いたかった僕なんですけど、今日はヨシトに花を持たせました。何を言ってんのあなた。そうよ、そうよ、何を、僕は前全然言いますから。何を言ってるんですか。相変わらずあるよね。1ギガしかないよね。いや、何言ってる。何回やってるんですか。何言ってる。64ビットって俺は。いやいやいや、ビットだし、ファミコンですから。はい、今日のお題は、お題は何でしたっけ。テーマは、お題はね、あのテーマはね、あなたが今までに手作りしたことのある〇〇ってことで。あ、もう料理から何でもいいんだ。何でもいい。だから3日前、一昨日か、ヨシトとリモート飲みしたじゃないですか。うんうんうん。そしたらヨシトが今 DIY にはまってると。DIY めっちゃ上手くなってるよ。見たらさ、うん、タンスとかさ、洋服掛けとか、いろんな机とかお前作ってるさ。作ったなぁ。お前すごいよ。今日卓球台作ったよ、卓球台。そうそれそれそれ。卓球台、あのペンキ、ペンキっていうか、あのスプレー、緑のスプレーがあるさね。ああ。買ってきて、もともとはこたつの台だけわけよ。こたつのね。なるほど。はい、上に乗っかってる、こたつの上にポコって乗っかってる台が。はい、はい、はいはいはい。あれにマスキングテープを貼り、ね、あのちゃんとセンター取って、相手コートのラインまでやって。やって。で、緑塗るでしょ。塗りますね、はい。で、もともとこの台は白いのね。あ、白、はいはい、つけば、はい、これマスキングで取ったら、はい、もうあの卓球台になるわけ。なるほど。で、穴開けて、うん、ネットつけて。なるほどね。で、ラケットも作ったよ、ラケットも。嘘でしょ、ラバーも貼った場所で。ラバーはね、うん、ないゴムない、ないね。びっくりするわ。あのね、羽子板みたいになってるよ、羽子板。かっか、まあまあ別にできるか、それぐらいでいいかな。そうラバー貼ったらペンって飛んでいくからね、いっぱい。そうね、そうね、うん、そう。でもね、なんか一つ、卓球台作ったじゃないですか。うん、やる相手いないんじゃないですか、今。いるいるいる。いやいや、嫁とやってますよ。嫁とやってますか。今、うん、結構あの山奥に暮らしてるって聞いたんですけど。山奥山奥、まあ、うん、そうだ ね、まあ、今度来週帰るんで泊まり行きます。卓球しましょう、卓球しましょう、卓球しましょう。いいですね。バスケットリングつけましょう。バスケットリング、あ、手伝いますよ。ぜひぜひぜひ、ね、うん、バスケ全然やってないな。まあ、フリースローだけでもね、いいね。うん、まだコンクリ張ってないから、下も土だからね。いいね、いいです、うん、あ、いいね、土でいいよ、土で。そうそうそう、うん、バスケットボールはね、もうすぐあるよ、両さんに。ほら、え、どこ、ほら、あら、あるよ。モルテンじゃない、しかも、うん、モルテン、やっぱこれいいよね。いいの買ったな、なんか手触りやっぱいいよね、うん、ゴムじゃない、いいいいいい。バスケットがしたいですよ、モルテンは。俺、公式でもありますからね、試合も、うん、いいですね、うんうん、お便り来てますよ。あ、いけますか、吉尾さん。はい、じゃあお便り読んでみます。はい、八重山の皆さん、全国のお猿ファンの皆さん、こんばんは。京都在住のゆきえさんです。あ、手作りしたことがある〇〇、うん、不器用で何にも作れないけど、旅行に行くときはしっかりと日程表を作るよと。この間の断崖石垣旅も1泊2日なのに超楽しめました。おお、すごい。日程表作れるってすごいですね。すごいな、うん、作ったことないな。行き当たりばったり。ばったりですよね。
思い切り当たりばったりです僕は。次読んでみましょうね。はい、八重山の皆さん、おサルファルデさん、こんばんは。エアコン工事はヤッシーにでございます。おお、来ましたね。はい、はい、冷えてますよ。仕事帰りの道路の温度計がいよいよ1度って。家の周りは落ち葉だらけで、紅葉なんて大嫌いですよ。まだまだですが、早く夏来ないですかね。さてお題ですがやっぱり自宅のログハウスですね。屋根までは中まで建てましたが、内装は自分で家族とコツコツと仕上がるには一生かかりそうですけど、八重門ライブ早く関東来れるように寒さこらえて待ってますよと。そう、なんか作ってらっしゃるみたいですね。ログハウスを作ってらっしゃるって聞いて。だからさ、北の国からじゃん、マジで。すごくね。それ一番すごいな、それ。家を作るって、でもあれですよ、なんかあの先進国だけって家作らんの。あとはもう他の世界中の他の人たちは、うん、やっぱあの自分で作ってるって。あれさ、うん、ヨシトが俺がほら、何年か前に家作りたいと。だからお前なんか、ね、土でほら、土じゃなくて、土のうで作ろうみたいなやつ。うんうん、あの土をね、あれして、あれでしょ。丸い家よ、丸い家。そう、アースバックだ。アースバック土をあのネットに入れてそれを組んでいって、最後漆喰であれするっつってね、うんうん、そう、なんか丈夫で、うん、あれでしょ、換気もいいし。そうそう、沖縄とかにめっちゃいいみたいでね。らしいね。読谷で今なんか作ってるんですよ、うんうん、あ、本当に。知り合いのミュージシャンがなんかゲストハウス作ってるっつってからさ。それで、うん、なんでそら、みんなでなんか作ってる。なんかもうほんと見た目があんなみたいになるさ、あのほらロード・オブ・ザ・リングみたいなお家、ホビットのなんか小人みたいなお家、かわいいお家になるよね。いいよね、あれ。じゃあドアもつけてってことか。そう。なるほど、うん、いいないいな。窓をね、ガラス瓶とか埋め込んでやったりしてるんだよ、うん、ワインの空いた瓶とかをこう窓を入れて。なるほど。で、光が入るようにするんだ、うん、そうおしゃれだな。いいよね、夏涼しくて冬あったかいっちゅうね。おしゃれ、いいね、いいな。石垣に合ってるかもね、もしかしたら。うん、なんか石垣、うん、友達がそれ作ってる人いるよ。え、いるいるいる。作りたいな、俺も本当に、うん、ねえ、うん、これでもルサニーに、ほら以前ほら働いてたカラクヤは最初大工仕事してたじゃん、ルサニー。もうすごいですよ。すごかったよね。もうまっさらの状態から、カウンターから床から全部自分たちでやりましたから。しかも、うん、廃材、全部廃材だよ。廃材いいよね。廃材。リサイクルでね。古民家の天井、うん、古民家の天井ってやっぱ、なんか、いろんなこの煙とか、やっぱ昔はいろりじゃないですか。うん、その、うん、いろんなこの、なんていうの、すすとかついてて、うんうん、いぶされてね、いぶされて、またいい雰囲気出してるんですよ。それをあのカラクヤのあのステージの板に、うん、床にしてました。あー、めっちゃもう今めっちゃいい、思い出す、足の裏で思い出す俺は。だもうね、思い出したね。もう何回あっちでライブしたんだろうって感じよね。あれね、あれそうなんですよ。あれは楽しかったですよ。もうたの、大変でしたけど、キッチンから床から全部作る、あのトイレから。すごいよね。DIY、 あの頃 DIY まだ流行ってない時から DIY してました。やっとった先取り。やってた。やっとった。先取り。そう。いいね。ねえ、もうないんだよな、これはカラオケ屋。カラオケ屋。ね、そうそう、思い出のね。あとね、うん、うずきさんから、うん、若かりし頃結婚する友達に、はい、白色のテディベアを手作りしてプレゼントしました。ぬいぐるみを作るって相当とすごいね。だからさ、あの女性が男性にあげたってこと、男性が女性にあげたってこと、結婚する友達にて、友達にあげたのって。はい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 、へ、うん、僕は嬉しいね。嬉しいね、うん、さすがですね。あ、俺三振作ってよ、そういえば手作りの三振、ね、お前なんかオーストラリアで作っとったな。めっちゃ重たい木であったな。結構いい音しとったさね、乾いた音でね。うんうん、あれぐらいから頑張ったっていうのは。いや、三振作るってすごくない、マジで。いや、暇だったんだろうね。友達もいないしさ、ワーキングホリデーでさ。いいね。じゃないとできないよね。うん、もうあの設計図とかないさ、設計図も。すごいな、お前。自分の三振を持ってってるだろ。うん。
あれを紙にバーンってまず置くわけ、うつ伏せに。なるほど。そしてさ、あの鉛筆でこうなぞってくる。いやいや、いいと思う、いいと思う。からくいもないから、からくいも自分で削って。やっとったな。ちょっとぶっといからくいなってたな。そうなっとったわ、そういえば。あれがすごいすごい。うん、あれだな、楽器を作って楽しいな。楽器ウクレレ作りたいさ、ウクレレよ。ああ、ウクレレもいいんじゃない、なんかね。うん、なんか作りたい楽器を。へえ。そうなんだ。ちょっと、うん、あれじゃない？そろそろ。うん。そうだね。曲流したいですね。うん、なんか、ね。うん、やえもんの曲せっかくだから流そうっつってね、この間。あ、秋だからね、ちょっとこれ聴きたくなるんですよね。ああ、そうね。うん、秋、俺ちょうどね、だからこの時北海道に行ってたんで、この曲作った時。ああ、なるほどね。だから、うん、北海道その時15度だったの、わかんないが。だからちょうど秋じゃない、うんうん、うん、そうだね、そうだね。うん、みたいな。じゃあタイトルコール、りょうさりにかお願いします。はい。じゃあ、聴いてください。やえまモンキーで。小さな光。
はい、聞いてもらいました、小さな光でした。ありがとうございます。これりょうさりりが当時、青春18切符で稚内まで一人で行って作った曲ね。そうなんですよ。それで、ちょうどヨシトがねこの時、うん、あこの時沖縄に帰ってるんだヨシト。帰ってる。なんか途中まで一緒に行ったよね、大阪ぐらいまでね。あ、行った。そうだよ、大阪一緒に行ったんだ。で、ヨシトは滋賀県に行ったんだ多分ね。なんかで俺は、ね、電車かなんか行ったよね、バスか電車かね。行った行った行った、大阪まで電車行ったね。あ、そう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 、うん、その時に稚内行って2000年かな、あれ違うの、違うの、2000年じゃないな、まだあるか。あったあったな、多分。そうそうそう、写真があるよね、なんかね、なんかね、外でね、なんかやってからね。僕のね、俺のアメブロ、りょうさんの青ひげ日記、あれその時から始めた、2008年かな、その時から始めたブログ、うんうんうん、それに載ってる、多分ヨシトと出発してる写真も載ってるから、ぜひ皆さん、りょうさんの青ひげ旅日記、懐かしい、酒田亮作の、うん、酒田亮作の青ひげ旅日記で行きますんで。メンバーね、ホセもいるよね、ホセも、ね。そう大阪ついて、まさかホセのジーパンに鳩が糞をするっちゅうね。ピンポイントで、大阪。三角公園ね。覚えてる？覚えてる。大阪駅でライブしたの、うん、朝方。そう、外でね、なんかやったよね。うん、なんで外で弾いたんだろう。暇だから、暇、ギター行くかみたいになったんだね。ギター行って、ホセもジャンベ持ってきてたから、うん、ジャンベでやってたんだよ。ある写真あるわ、うん、そうあるんだよ。あなた七分丈の T シャツ着とるわ、なんかあの時から好きなのよ、本当に。 ける。あとね、これ歌より来てるよ、歌より。あ、本当、はい、お願いします。あと読みます、うん、八重門の皆様、全国のアサルファン皆さん、こんばんは。吹田市の美奈子さんです。先日の大一万チャンネルのツナ、はい、めっちゃ美味しそうでした。そう大ちゃんさんと慎吾さんのあのリアクション、絶対作ろうとそそられる。日本離れた時はたまに日本酒が恋しくなって、マヨネーズと厚揚げを作ってみた、うん、キューピーマヨネーズ売ってなくて甘い、でもうまく作れたことはないです、まずい。キューピーさんとお豆腐屋さんに感謝です。私じゃないけど友達は石垣島で手作りでログハウス建てて住んでますよと、そこに行くのが楽しみなんですと。すげえ。マヨネーズ作りたいなと思ってさ、俺手作り。あ、簡単だよね、うん、なんか簡単、めっちゃなんか簡単、ね、うん、油を作りした方が美味しいよね、きっとね。ねえ、絶対美味しい。うん、あとね、植物と油を俺オリーブオイルで作りたいわけ。かっこいい。いいよね。そう、いいね。いいと思う。オリーブオイルが好きだから。油好きだからね。天かすとか好きだからね。好き好き。油好き、俺。あー、ける。あとね、もう一個ちょっと読んでいいですか。はい、お願いします。はい、皆さんこんばんは。東京から国分寺の加藤ちゃんさんです。こんばんは。生放送嬉しいです、ありがとうございます。そして、はい、最近手作りしたもの、うどんとスパゲティって、粉を買いすぎて挑戦してみました。そしたら麺を長くきれいに切るのが難しい。お二人は麺、粉から作ったことありますか。あと剣道の面の下につける目鼻口を隠すフェイスシールドを手作りしてます、うん。DIY のお店でプラスチックの板を買って切って、息で曇るから稽古すると前が見えないので修行ですけどね。ではでは、放送ちばってねって、すごいっすね。両方すごいね。面もすごいけど、剣道の下につけるフェイスシールド。すごいな。でもこのフェイスビルド、面脱がんと見えないんだろうね。だから見ることなるほどね。あ、そっか。それ、そういうこともある。そっか。そうだね。さらにきついじゃん、剣道の面から。だからよね、そうやるんだね、うん、そういうのもね。大変だな。面作ったことありますかと、粉から。ないよー。でもあれ、いつかは俺、あんがま、あんがまの面作りたいなと思って。うん、あ、その面ね。あの食べる面ね、さっき。あ作ったことありますかと。そういうこと？ないよ。あ、ないな。うん、あ、いいな。沖縄そばとか作ってみたいな、八重山そば。あ、憧れるね。うん、作りたい作りたい。あと一個お願いします。ゆうしかさんからです、ありがとうございます、うん、今日の話題、はいはい、私は以前龍神マブヤにハマっていて、応援グッズを手作りしていて、よくマブヤショーに行ったものです、う
作った応援うちわを顔なじみのお子さんにあげたことがあるんですが、想像以上にぶん回されてあっさりぐちゃぐちゃに、その子のお母さんが応急処置をしてくれました。テンション上げ上げのお子さんのパワーを思い知らされた出来事でした。おお、いいね、あのうちわでこうみんな応援するうちわだ。いいね、いいね、いいですね、いいです。ジャニーズみたいな感じ、いいですね。ああ、いいですね、さすがですな、さすがとすな。へえ、みんな作ってますね。僕もね、うん、今小さな光をな流してる時に作りました、うん。何を作ったんですか？あの、あんたの今ね、うん、今リモートでやってて、このずっと喋れないからお前を見てて、お前の絵を描きました、作りました。似顔絵を。いいですか？まあ、このラジオ聞いてる皆さんすみませんね。はい、これがよこれですね。目離れてるね、めっちゃね。何これ、なんかあれみたいよ、なんか、はい、ちびまる子ちゃんに出てくるクラスメートにいそうだな、これな。いや、こんなですから。はい、ありがとうございます、ね、はい、そうですね、めっちゃ目離れとる、確かに離れとるね、はい、渡すね、はい、いや、もうほんとね、これね、いやでもこれ何これ、100均で買ってきたの、はい、このプレートは。あ、このこのホワイトボード100均で売ってますんで、あの、うん、よしとも買ってください。あ、いいね。で、これでこれも100均でこう消せますから。はいはいはい、なるほど、ね、うん、これなんかいろいろやりましょう、うん、やりましょう。じゃあ俺もちょっと買っときます。買っといて、100均です、皆さん、100均で、うん、そう、いいです ね、 そうだね、リモートでいいかもね、うん、リモートね。おー、これからほら、よい、なんかやいもの曲いっぱい流したいさ。そうだね、そうだね、なんか曲かけてる間は、うん、なんかね、こう今はね、流せんかったけど、やいもんはこうどこにも所属してないんで、どんなネットでも OK なんで、うん、一曲ボーンかけましょうよ、かけましょう、かけましょう。あと何か聞きたいというメッセージがあれば欲しいですね、うん、うんうん、今日はこれ聞かせてくれ、リクエストがあれば。ああ、もうぜひぜひぜひね、うん、そう、いいですね、いいですね、手作り、もうやいもんレディオも手作りですからね、毎回毎回。だからさ、ゆるいけどね、本当に、ね、いや、これでいいんですよ、これでいいです、うんうんうん、で、来週はでもよしと、はいはいはい、俺石垣だから。ああ、じゃあご一緒に、もしできれば。その時行こうかな、木曜日行こうかな、じゃあ。うんうんうん。なんか、それでできればいいんじゃない？そうだね、そうだね。うんうん。木曜日、5日。5日かな。うん、If you can。どんな？行けるかどうか、俺もわからんけどさ。うんうん。うんうんうん。了解です、了解です。了解です。じゃあ、来週、いいな、サザエさんみたいなことしたいな。うんうん、はい、あと1分ってよしと。来週のやいもんレディオは、そうね、うん、うんうん、何考えます、来週、来週またちょっと面白いテーマ考えてまたお届けします。はい、ね、今日もご視聴ありがとうございました。皆さん、あの、寒いと思うので、どうぞあの風邪ひかずに、あのビタミンと睡眠とゆっくりやらせてくださいね。来週も元気で、お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。やいもんレディオからよしとと両者でした。ありがとうございます。また来週。